皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はですね、じゃあいつ iPhone 買えばいいのということで、もうね iPhone の値上げの話ばっかりあって皆さん疲れてると思うんですけれども、いつ iPhone 買えばいいのよということで、そちらのお話、要は一番気になってるのは円安って言ってるけど、円高になったら値下がりすんのとか、そういったところのお話ですね、していこうと思います。で、一つ目、ちょっと前提として、日本のね4大キャリアも全て iPhone の方値上げいたしました。なので一旦ね一覧表見てもらって、まあどこのキャリアが高いとか安いとかね、まあ、このくらい値上げされたんだっていうのを前提知識としてちょっとお話しいたします。そして2つ目が一番気になるところだと思うんですけれども、逆に円高での値下げはあるのか。これね、結果から言うとあります。過去の実績ありますので、どういったタイミングでどのくらい上がって、どういう風に今度下がったのかというところをね一覧表で見ていただきたいと思います。ここちょっと面白いです。そして3つ目、 iPhone 14発売時の円安予想ということで、これはもうね完全に予想なんですけれども、今ですねだいたい為替レートはですね1ドル ＝140円ぐらいで動いております。なのでそれで計算したらどうなるのというところをお話ししていきます。そして4つ目がお得に買う場合のまとめということで、これもね結構気になってる方いるんじゃないでしょうか。なのでまあお得に買う場合というか、この時期になったら値下がりあるんじゃないかとか、こういった買い方すれば損しないんじゃないのとか、そういったところをねお話ししたいと思います。なので今回の動画は前提知識を入れて、実績のある歴史を見て、現在の予想を見て、最後にその実績からどういう風に買えばいいかというのを知るといった動画になってますので、ぜひね最後まで全て楽しんでいってください。またこのチャンネルでは LINE のセキュリティを確認するために、一緒に設定内容を見ながら解説し、最後には iPhone と iPad で同時に LINE を見る方法を紹介する動画や、 iPhone のバッテリーってどれくらい持つのか、どんな進化をしてきたのか、そしてバッテリーから見たコスパの良い iPhone ランキングなど、 iPhone を変わった視点で見る動画など、 iPhone の検証お役立ち動画がたくさんありますので、見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。それでは行ってみましょう。はい、まずはですね4キャリアも一斉値上げということで、まずは前提知識の方をお話ししていきたいと思います。こちらですね iPhone の新旧価格表、過去税込みになっております。ちょっとちっちゃいので後で拡大してお見せいたしますが、 Apple を基本とした価格にして、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、4キャリアがどういった値段にしたのかというところの表になっております。で、1つ目、 Apple に引き続き日本の4キャリアも値上げを実施ということで、当然ね Apple の値段が変わったので、仕入れ価格も変わるので、もちろん値上げをしております。で、まあ結構高くなってるんですけれども、2つ目としてアップルの値上げ以上に高くなっているのは消費税なども含まれているからということになります。基本的にアップルがね5000円上げたらドコモも5000円値上げでいいんじゃないのと考えがちなんですけれども、表記自体は税込みなので、これはですね税抜き価格に値上げ価格を反映して、さらにそこから消費税かけてるので結構高くなってるように見えます。もちろんねキャリアの取り分も入れてるので高く見えるんですけれども、まあそういった消費税なんかの関連もあると。そして3つ目がどんな値段設定なってるのかっていうのが、ドコモは最高値かっこ赤字が多くて、楽天が最安値かっこ青字が多いということで、米印で当然アップルは最安です。で、アップルがねここの欄が一番安いです。どう見ても安いんですが、4キャリアで見たとき、キャリアだけで見たときは高い値段設定にしている機種のところを赤文字にしています。こう見るとですね、基本的にドコモが高くて、楽天モバイルはとにかく安いです。なのでちょっとズームアップして見ていきましょう。はい、こちらがね先ほどの図をズームにしたものです。まあここねいくら見ても変わるわけではないので、どんな感じかっていう知識だけちょっと入れといてほしいんですけれども、楽天モバイルなんかはアップルとそんなに変わんないです。例えば iPhone SE3 なら 62,800円が 66,800円ですからね、4,000円ほど高いですが、まあ結構ね特典得られると考えれば、そこまでねもしかしたら高くない可能性もあります。ただしやっぱりソフトバンクなんかはね 73,000円とか、これ1万円以上高いですからね、そういった価格設定になったりしています。やっぱり一番価格差が出るのがこのね iPhone 13 Pro Max なんですけれども、アップルは23万円でも3大キャリアの方は全て27万円台、ただ楽天モバイルはなんと24万円ですので、なんかお得に感じますよね。まあただキャリアの場合ね、この価格合ってないようなものといったところもありますので、その辺はねキャンペーンに期待しましょうといったところです。まあただ私はねアップルで買うことをお勧めいたします。まあこれは前提知識。続いてこちら一番気になるところ、逆に円高時の値下げはあるのかということで、1つ目、為替レート、これ円安円高、毎日のようにねニュースで見る1ドルいくらと言ってるような話ですね。その為替レートの反映は
基本的には次の iPhone 発売のタイミングで見直してます。毎回毎回ね、為替レートが変わるたびに値段を変えてたんでは商売にならないので、基本的には今のところね、 iPhone の場合は年に1回見直されてます。まあ、それがね、107円だったり111円だったり、発売時のタイミングでだいたいこれくらいなら1年間いけそうだなという価格を設定していると想定されます。で、2つ目が今回もなんですけれども、ただし急激な場合は例外があり、2015年2016年の円安円高が続いた時には値上げと値下げの実績があります。これはね、一覧表ちょっと見ていきますので、分かりやすく解説していきます。で、3つ目が表で確認すると分かりやすいということで、表の方を見ていきましょう。はい、こちらが iPhone 価格一覧、括弧販売開始時の一覧ですね。機種名がここに縦に並んでいて、あとは時系列発売日ですね。で、価格の参考にしたものは容量の一番最小のやつですね。で、アメリカのドル価格、日本価格で1ドル換算したらというところですね。なので、ここがね、一番注目の欄になります。1ドル換算のところを見ていくとよくわかると思います。で、 iPhone から iPhone5C までは SIM フリーが販売されていないので、アメリカも日本も通信契約した時の価格になってますので、よくわかんない1ドル換算になってますので、ここはちょっと省いて iPhone6 の方から見ていきたいと思います。 iPhone6 からは SIM フリー版が発売されて、 iPhone6 と6 Plus、 これがね、2014年に発売されてます。そしてアメリカ価格は649、749で、日本価格もね、ある程度計算しやすい67,800円、79,800円だったんですね。これはかなり安いですよね。で、1ドル換算で見ると104円と107円、今の140円時代から信じられないくらいの円高です。で、まあ、ただね、2014年こんな感じだったんですけれども、これを販売した頃から実は104円107円では収まらないね、115円ぐらいになってたんですね。なので、 iPhone6 って販売されてからすぐ、実は2ヶ月後です。9月に販売されて11月に1回価格改定が行われます。もちろんアメリカ価格はそのままなんですが、両機種とも8000円値上げされた価格で、7万5000円と8万7000円まで値上がったんですね。で、この頃115円前後だったんですが、まあ、もうちょっと上がるだろうという想定だったと思うんですけれども、117円の計算で販売されました。これが iPhone6 シリーズで、ところがですね、なんと年が明けて2015年の春頃、3月頃に、これね、もっと円安進んでしまうんですよ。で、円安が進んで125円ぐらいまで進んでしまうので、もう1回値上げされます。もう1回値上げされて、当然アメリカ価格はそのままなんですけれども、86,800 円と98,800 円になってしまうんですね。なので、最初の価格からなんと19,000円も上がっております。で、ドル換算としては、今まで iPhone でも最高の134円と132円、これがね、今回の iPhone 13でもこのくらいの価格設定で出てますので、かなり高い1ドル換算です。で、2015年春はそんな感じだったんですけれども、これの次のシリーズの 6S と 6S プラスですね、これがね、2015年の9月に出るんですけれども、これもね、据え置きなんですよ。価格は据え置きだったんですけれども、日本価格もこの一番最後の値段を据え置き、要は134円と132円換算ですね。だんだん円安は収まってはいたんですけれども、まずは価格維持で販売されました。そしてこれもちょっと注目なんですが、 iPhone SE 第一世代というのが、年が明けて3月、また春頃に SE が販売されるんですけれども、399ドルが52,800円ということで、これもね、132円換算で出ました。これを引っ張ってます。ただし2016年ってもう実は円安は落ち着いていて、円高傾向に入っていたんですね。円高傾向に入っていたので、なんとですね、この iPhone SE も含むなんですけれども、 SE が3月に発売されたのに1ヶ月も経たないうちに、この3つ、 6S と 6S プラスと SE 第一世代、ここの3つですね、ここの3つがですね、なんと値下げされます。アメリカ価格は当然同じで、 6S が 78,800 円、プラスが 89,800 円、そして SE も1ヶ月も経たないうちに、なんと5000円の値下げで 47,800 円ということで、この SE に関してはさすがに返金されました。5000円返金ということのキャンペーンが行われたんですけれども、値下げされて、この頃109円ぐらいまで落ち着いてたんですけれども、一旦120円くらいでの換算で販売されることとなりました。このようにですね、実は値上げも値下げも過去にあります。でも、しばらくなかったじゃない、今回もまたないんじゃないのと思われるかもしれませんが、しばらくなかったのは円安と円高がしばらくなかっただけです。というのは、この歴史を見ていけばわかるんですが、この一番右の1ドル換算のところをずっと見ていってほしいんですけれども、この iPhone7 あたりからちょっと見ると、この112円、要は110円前後がずっと続くんですね。ずっと続きますね。 iPhone12 までも107円ですし、 iPhone13 についてもね、113円くらい、ちょっとね、円安始まっていたので、まあ、このくらいの価格で出ましたと。なので2021年まではまあまあ安定してました。ただちょっと風向きが変わったのは、この iPhone SE3 ですね。これは2022年3月に出たんですけれども、この頃ちょっと円安が始まっていて、122円の換算で出てます。なので5万2000円と、ちょっと iPhone SE2 より高価になった感じがしたのは、この円安を反映させたからですね、反映させたからちょっと高くなったっていう
うのと、今回話題になっているのがこちらですね。2022年7月にこの4機種ですね、相変わらず直近の4機種 iPhone 13シリーズと iPhone SE 3の方が7月1日に全て130円以上の換算で出ました。でこれもね、今ニュースでも毎日のように見てますが、急激な円安が始まって135円前後となってますが、これ収録している時は139円になっております。なので値上がりしてしまったと。で逆に言えば、円安自体が終われば、まあ、例えば今年中に落ち着いて円高傾向に来年なっていれば、 iPhone14 はねこのままの1ドル換算で出てしまうと思いますが、その後 iPhone14 の価格改定がね、来年の春頃にね、もしかしたら値下げが行われるんじゃないかという想定がちょっと立ちます。もちろんね、円安円高はわからないので、今までの実績から見た場合です。その辺はちょっと後で最後にまとめます。次 iPhone14 の価格予想いってみましょう。はい、じゃあ iPhone14 の価格についてということで、こちら一覧表作ってるんですけれども、 iPhone14 で発売されるであろう4機種ですね。 iPhone14、14 Max、14 Pro、14 Pro Max ということで、ミニはなくなりそうです。ミニはなくなって逆に大きい iPhone14 Max というのが販売される予想。ということで価格の条件なんですけれども、一つ目、無印は据え置き価格、Max というのは100ドル上乗せされた場合の価格を書いております。これ無印は今の iPhone13 と同じ799ドルなんじゃないかと。そして iPhone14 Max の方はまあ大体ね、いつも100ドル差つけるので、おそらく iPhone14 Max は100ドル差で899ドルじゃないかとした時の価格で見ていくと、まあ140円換算であれば12万3000円と13万8000円くらいになるのかなと。まあこっちはね、現行機種がないので上だけで見るとだいたい6000円ぐらい値上がりですかね。130円台の計算が140円になると、まあだいたい6000円ぐらい値上げになってしまうと。そのくらいの値上げはありそう。そして2つ目、プロ系は100ドル値上げ予想での計算です。 iPhone14 Pro と Pro Max は、今14 Pro は999ドル、 Pro Max は1099ドルなんですが、100ドル値上げして1099ドル、1199ドルとなった場合の予想価格です。これなんで100ドル値上げするかっていうと、前々からお話ししてますが、プロ系はもうプロに特化していくので、おそらくかなり差別化されるというところから、100ドル値上げするんじゃないかという予想になってます。100ドル値上げすると、こちらは万単位での値上げですね。プロマックスだけで見ると、今15万9800円ぐらいで売ってますので、だいたい2万5000円ぐらいの値上げ、18万4000円くらいになるんじゃないかという予想が立ちます。なので3つ目、4つ目は今言った通り、無印は6000円くらい、プロ系は満単位で値上げが入りそうだというのが iPhone14 の価格予想ですね。じゃあそういったね、 iPhone14 を含めていつ買ったらいいのかというのがこちらですね。まあいつ買ったらお得に買うにはどうすればいいのかというお話をまとめていくと、一つ目、これ言っちゃおしまいよって感じではあるんですけれども、円安が収まるのを待つ以外ないということで、過去年内中で収まるという話も、まあ、この年内中で収まるっていうのはもちろん確実ではないし、円安円高なんてね、そうそうコントロールできるものではないんですが、一応ですね、ドル高すぎて今アメリカがインフレ状態です。あまりインフレになるのも問題なので、国が政策を打っているので、今年中にもしかしたらそういった意味で収まるのではないかという話は出ています。で今年中にもしね、円安が収まってくれば、前回の iPhone6S のように年明けのね、アップル製品までは引っ張られるけれども、春頃にもしかしたら iPhone14 の値下げっていうのが出てくるんじゃないかというのが一つで、二つ目は、返却で良ければね、キャリアのキャンペーンは安い可能性があるということで、こちらはですね、 iPhone14 の話ですね。 iPhone14 を安く買うためには、今キャリアはね、いろんなキャンペーンやってますので、もしかしたらね、安価に買える可能性があると。まあ私はそんなにキャリアで買うことはお勧めしないんですが、2年ごとに交換してるんだとかね、そういった方はこの返却キャンペーンでもいいような気はいたします。おそらくキャリア自身も今年円安で売りにくいってことは分かってると思いますので、結構大規模なね、キャンペーンやってくるんじゃないかなと思っております。そして3つ目がですね、これはお得情報というかですね、現在の iPhone については買取とか下取り額が上がってますので、活用するということで、特に iPhone13 なんかはもう中古価格めちゃめちゃ買取額高いです。それ以外も全てね、基本的にちょっとずつ上がってますので、今眠ってる iPhone とか Apple Watch とか MacBook とかね、とにかく Apple 製品そんなに値段下がらないので、掘り出してきて売却して少し資金を貯めるとかね、そういったことをしてみてください。なるべくお得に買えるようにいたしましょう。はい、ということでね、じゃあいつ iPhone 買えばいいのという特集でした。で1つ目、なかなか買いづらくなってますけども、中古 iPhone とかバッテリー交換で過ごすのもありということで、中古 iPhone の動画たくさん私も出してますけども、見ていただいたら分かる通り普通に動きますので、別に最新じゃなくてもいいという方は中古 iPhone を活用するのもありですし、今の iPhone 自体に別に問題がないのであれば、バッテリー交換でほとんどのことは解決いたします。バッテリー持たなくなってきたなということだけではなく、あれが動かない、これが
動かないっていうのは基本的にもバッテリー交換で問題解決します。ホームボタンありの iPhone であれば7500円、フルディスプレイの iPhone は9800円でバッテリー交換、両方1万円以内でバッテリー交換できますので、本体買うよりもね全然安価ですので、そういったことも検討してみてください。で、2つ目が先ほども言いましたが、キャリアの iPhone をお得に活用するというのもありだと思います。で、3つ目が逆に iPhone 14 Pro Max 買って目立つのもありということで、おそらくですね iPhone 14販売されるときはニュースの見出しが高い効果といっぱい出ると思います。なのでそんな逆境の中ね、 iPhone 14 Pro Max の 1TB あたりを買ってね目立つのもありだと思いますので、ぜひその辺もね目指したい方は検討してみてください。また Twitter もやってます。こちらでも価格関連の話はもちろんですし、バッテリー関連の豆知識、最新情報、セール情報などもつぶやいております。毎日 iPhone を使うことが楽しくなるように動画にはしない小ネタもつぶやいておりますので、ぜひねフォローをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。